Minna, se resha yohane to na jioni, fushigi na kiseki no kodes. Matasa chiga minna, funin no okazan no kodes. Funin no okazan wa no, yoi waza o umu koto no dekinai, niku no honshitsu no imeji des. De, watasa chi wa tsumi ni kekarete imasu. Haha no tai nai kara tsumi ni kekarete imasu. Watasa chi wa honto ni お母さんと同じように、赴任。だから、ある意味で私たちがこの世で存在するはずじゃなかったんです。しかし、私たちは最初から恵まれたものです。憐れまれたものです。奇跡通して私たちが存在しています。アダンとエヴァは罪を犯してから死ぬべきでしたのに、実際に死ななかった、殺されなかった、許された。このような奇跡は、憐れみの奇跡はエリザベットに現れた。旧約聖書の末端と言ってもいい。だから、いろんな教父たちはこう言ってますね。洗礼者ヨハンネは旧約聖書の末端であり、新約聖書の門である。メシアの一番近くにおられた預言者、準備された方。準備してくれた方。けど、洗礼者ヨハンネは、今までの私たちに行われている神の奇跡のイメージです。私たちはそうです。生きている。生きているのは奇跡です。私たちは本当にここに存在するはずじゃない。私たちはそれを考えていません。多分、一回でもこれを考えたことがなかった。アダンとエヴァのことをよくよくよく読むと、よくよく調べると、アダンとエヴァの子孫は存在するはずじゃなかった。現在はものすごく大した罪です。だから私たちは洗礼を受けたのは生まれるの後でしょう。生まれる前じゃない。不思議な神秘。罪を持っているのに私たちが生まれた。存在しています。大きな奇跡。けれども喜びは、つまり完成は、つまり私たちを迎える永遠の将来は、マリアを通して来られます。キリスト。私たちの将来、私たちの喜び、私たちの完成、私たちの、運命はキリストです。ですから、私たちは福音を聞いた時には、いつも、あるいは祈った時には、イエス・キリストの名前を聞いただけで、彼と親しくと、彼の秘跡をいただくと、私たちは踊ります。私たちは人間に過ぎないである私たちが奇跡通して存在している私たちが最も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 素晴らしい、考えられない永遠の喜びに入るために生まれたということもわきまえる。だから踊ります。だから喜んでいます。私はただ救われただけではない。私はただ死なないでこの世で生きるということだけではなく、私がクリストと一緒に復活すること。私はクリストと共に永遠に生きること。私はクリストと同じように生きること。クリストが私の中に生きること。生きるのが私のではなく、クリストが私のうちに生きるということ。ですから私の人生は考えられない素晴らしいことです。ただ、ヨハネは素晴らしいでしょ？人間のお母さんから生まれたものの中では、ヨハネは一番素晴らしい。けど、一番小さな神の子は、あるいは天国の子は、神の国の子は、彼よりずっと優れている。どういう意味？これは道徳的なことではなく、なんか理性のことでもなく、これはキリストが存在するから。この神の子、天国の子、神の国の子は、キリスト。と一体となること。だから私たちはただ 存在するためではなく、これは全ての人々は存在する。私たちは存在するだけではない。生き方通して、考え方通して、平和を通して、喜びを通して存在しながら、神の本質を持ちながら、永遠の命の香りをみんなに及ぶ。苦しんでも、間違っていても、落ちていても、永遠の命が私たちにある。だから踊ります。だから喜んでいます。だから私たちが肉的にエリザベッタの子です。けれども、教会を通して、教会の体内を通して、私たちは霊的にマリアの子です。マリアの子。だから今日の場面は私たちの中に起こられます。毎日どれほど教会の訪れは必要である。どれほど布教、宣教が必要である。
それによってすべての人々が肉的なものから霊的なものへ移されます。変えられます。私たちは本当に喜んで、この福音の声、マリアの声、マリアの挨拶、シャロン、その挨拶に、復活されたクリストと同じようなシャロンに耳を傾けましょう。それによって私たちは本当に誰であるかを、どういうものになるために生まれたのかを、そしてそれを受け入れ、迎え入れ、実現されることを経験するように。